李言軍は朝鮮民主主義人民共和国の東北部、環境南道に属する軍。大韓民国における朝鮮語の発音、表記法では、となる。東は日本海に面し、北はマウンレイを越えて橋川し、西は特上軍、南に北青軍と接する。三方は山に囲まれており、日本海に注ぐ南大川が小さな平野を形成する。 最高峰は北青軍との境界の大特産。一遊三労働尺二十一里を管轄する。古くは南坂し祖、高栗の領域であった。白木の新高王はこの地域までを領域に収め、磨く運命費を立てた。その後は牧界女神に属した。駒が領域に収めた後、二百五十八年に元の支配下に入り、 以後100年近くにわたって僧侶を僧侶府に属した。ジリと呼ばれていた、この地は、1356年に、高麗によって橋川に編入された。朝鮮王朝の清掃代、美学運令遺難が分割されて、理上剣が設置された。18世紀末の清掃代に、王の聖意港類似の音となることを避け、理元剣と改められた。1895年には、 利源軍となり、1914年の行政区画改編によって、現在の軍の範囲がほぼ定まった。1945年8月15日時点では、3面78里から構成されていた。北朝鮮成立後の1952年12月に行われた行政区画の再編が行われ、22里から構成される現在の利源軍となった。 この節の出展群南部の社庫労働尺には、東洋有数の赤鉄鋼鉱,鉱山である理研鉱山があり、工業、製鉄業が行われている。ありがとうございます。